皆さんこんにちは、すずちゃんです。今日もこういったちょっと新しい画角でちょっとちょい出ししてみました。ちょっと手がねうるさいだろうけれど、今日もよろしくお願いします。はいはい、本日購入したのは成分館でございます。あとね、もう一個ねちょっと紹介しようかなって思ってるものがあるので、ちょっとそれもね今日やっていこうと思います。にしてもさ、こういう、ね、成分感とかのこういう袋、ほんと音が好き。お菓子の袋と同じぐらい好き。はい、ということでね、あ、ちょっと待って。はい、ということでね、今回買ったものなんですが、はい。全部で8つでございます。はい、何買ったかというとスタンプです。スタンプ購入しました。まず1点目がこちら、 Thank you。 これね、あのスタンプなんですけど、結構大きめのスタンプなんですよ。で、これ何に使うかっていうと、あの感謝ログちょっと作ってみようかなって思ってて、感謝ログのページを作る時の頭に Thank you っていう風に貼っても、何ポチっていう風にしてもいいと思うし、なんなら、私のメモとか購入してもらったあのお客様にありがとうっていうあの気持ちを込めて、あのお裾分け品とかね作った時にこれポンってあのはなんていうのポンっていう風にしてても可愛いんじゃないかなと思って購入いたしました。 Thank you。 はい、まず1個目がこちらですね。どの辺に置いたらいいかな、これね。で、2つ目がこれね、夏っぽくていいなと思って、でこれね、ラムネ。これもね、夏っぽくていいんじゃないかなって思って買いました。でね、これはね、可愛いなと思って買ったやつ。はい、どんぐり。秋口になったらいいですよね。あの、私のね、息子娘はやっぱりどんぐりが好きっていうことで、はい、あの、なんかどんぐりいっぱい、こう、ポン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 してると可愛いよねって思って買いました。で、最後。こちら、ペンギンさんが、魚を掴んでいる、なんとも言えない表情のペンギンさん。はい。こちらの4つのハンコを購入しました。そう。これね、実は元の値段よりちょっと安くなってるんですよ。普通なんかこういうサイズって結構な値段しません？だけど、これ全部合わせても、いくらなんだ？私その日、セブチのトレカも一緒に買って、確か2000ちょいだったから、これ全部合わせて800円ぐらいじゃないかな。うんうんうん、そうそう。これ全部で800円で済んでるんです。そう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 。って思ったらね、めちゃくちゃ、お得よね。めちゃくちゃお得だと思いません？で、ちょっと試しにね、このスタンプをちょっと押してみようかなと思います。はい。今日のメモはこちら。ちょっとアイスっぽくて美味しそうなこちらのメモにちょっとポンポンしていきたいと思います。本当はね、こういうラムネは緑色とかでやった方が可愛いんだろうけど、ちょっと今近くにないからね。黒でも絶対可愛いと思う。うんうん。あ、可愛い。なかなかいいんじゃないでしょうか。これにさ、あの、インクをポタって、やってちょっとにじませる感じでも良さそうですよね。おー、なるほどね。ちょっともう全部押してからみんなに見せるね。あ、これかわいい。あー、好き。待って、これ、こういう感じでやるか。OK。
こりゃ大きいな。センキュー大きい。オッケーオッケー。おお。いや、いいね。ちょっとハンコはまるわ、これ。はい。こんな感じ。どれも良くないですか？ね、めっちゃいいですよね。いいよね。いいよねって、ちょっとなんていうの、無理やり感があるんだけれど。めちゃくちゃこれは良いんではないでしょうか。結構映えるし、このね、ペンギンやっぱいい表情してますわ。うん、これすごいいい。これはいいぞ。うんうん。ちょっとね、このどんぐりさんがちょっとやっぱ、もともとのデザインが抽象的な感じのデザインだから、ちょっと押した感じが、あんまりパキッとしないなとは思ったけれど、それでも、なんかそれぞれ、ちゃんとした色でやった方がいいね。ペンギンとセンキューはいい感じだけど、このどんぐりは茶色で、ラムネはやっぱ水色でやるべきですね。その方がもっと多分素敵な感じになると思う。はい。いや、いい買い物した。いや、いや、いや。今日のちょっとテンション高いね、なんかね、私ね。はい。ということで、一応この4種類の、はい。4種類のハンコを購入してみましたというのが前半でございます。今日はね、ちょっとこれだけだと絶対短いと思ったから、もう一個ちょっと紹介しようかなって思っているものがあるので、ちょっと一応。はい。用意ができました。私ですね、この、みんな見覚えのある、リフィルパッドポーチ、こちら。M6 サイズをずっと使っておりまして、これ何に使ってるかっていうと、シールを入れておくやつと、付箋を保管してるのと、あとは、ペンの、レフィル？合ってる？レフィ、で、ペンの回信ね。結局諦めちゃった。はい、回信をね、入れてあります。あとはなんかちょっとシールの保管庫みたいな感じで、もともと使ってたんですよ。ジャラジャラしているこのね、ポーチね。これね、やっぱね、いろいろ保管できてすごくいいなって思ってたんだけれど、最近、ちょっと前の動画でもちょっと出てきたんだけれど、私が持っている手帳の中で一番古いやつなんだろうみたいな話をした時に、この、動画の一個前でも上がったと思うけど、フランクリンプランナーちゃん。あれが多分個人的に自分で買って古いものかなって思うんだけれど、一応その子よりも前に持っていたもので、ラルクアンシエルの手帳、M6 サイズの手帳を持っててっていう話をね、ちょろっとろっと出していたんだけれど、それをね、ちょっと出してみたんですよ。こういう感じね。ちょっと。あとで物撮りしようかな。はい。これスマイルっていう CD に入ってたトレカをこの中にぶち込んでるんですけど、本当はね、この手帳にはこの子は入ってないんですよ。で、この裏面には私の大好きなハイドさんですね。はい、若かりし頃のハイドさんが切り抜きで入っております。思えば、保育園からラルクアンシエルが好きなんで、それこそこの切り抜きし始めたの小学生の頃ぐらいだと思うんですよ。切り抜き入れたりしたのはね。って思えばまあちょっと紙物に精通しているものがあるなと、ちょっと個人的に思ってます。切り抜きね。はい。これね、ハイドさんめっちゃイケメンじゃないですか。ね、ちょっと今日の画角的にちょっと見にくいかもしれないんだけれど。でね、この、M6 サイズ、今までいろいろ入れていたものが違ったんですけれど、見て、歴史を感じるこの平成生まれだったら知っているはずのこの、何？ちょっとぷくっとシール。懐かしいって思うよね。はい。こちらがついてるんだけれど。これね、ハイドさん、哲也さん、ケンちゃん、
ユッキーの4人が、こういう、なんていうの、こういう感じになってるんだけれど、ちょっと文章が出てこなかったね。で、このハイドさんからの、ここの間に何を入れてるんでしょうかっていうものなんですが、ご覧ください。シール帳にしました。シール帳にしました、ハイドさん。ハイドさんじゃないや、このダルクの M6 サイズを。これがまたね、使いやすくて。やっぱさ、リフィルパッドポーチ、このチャックを開ける手間がね、やっぱりあったんですよ。このね、手間が省けて、このベルトタイプだからこそすぐ開けれるじゃないですか。で、この子の優秀なとこって、やっぱね、フラットにこうやって置けることだよね。で、ここからこう適当に欲しいものを取っては使っているんですけれど、やっぱり使いやすいね。このちょっと黄色みがかったこの歴史を感じるこのデザインもなかなか私個人的に気に入っておりまして、はい、ラルクやっぱ好きだなって思いますね。はい、ということで、久しぶりに出した手帳をシール手帳にして復活させてみたよというのと、最近買った雑貨屋さんの購入品、雑貨屋さんじゃないね、成分館で買った購入品でございました。はい、皆様。ちょっと前にさ、あげた動画で、ラルクアンシエル好きだよってコメント入れてくださった方がいて、ちょっとその声にちょっと舞い上がって、久しぶりに出したらちょっと使いたくなっちゃって、使っているよという、動画ですね。これを機に、ちょっとラルクアンシエル好きだよっていう方が、もっと私の動画を見てくれるようになったら嬉しいなと思いますので、ぜひともまたよろしくお願いいたします。では、本日の動画はこちらで以上でございます。チャンネル登録といいね、高評価よろしくお願いします。では、ごきげんよう、すずちゃんでした。バイバーイ。ちょっと小話。ちょっと新しいね、画角でそのままちょっと小話をしていこうかなと思います。そう、最近あったさ、息子の大事件があったの。ちょっとそれをね、ちょっとみんなに共有したくて。はい。私の息子、4歳、もうすぐ5歳になる、息子がおりまして、その子がね、この間、急にギャン泣きしたの。そう、ギャン泣き。で、どうしたんだろうと思って、言ったら、なんか右の鼻が痛いみたいな。すごい痛いって言い始めて、もう痛い痛い痛いみたいな風に泣き始めちゃって、ね、絶対鼻に何か入れたでしょって言ったら、入れたって言って、何入れたのみたいな感じでね、もう本当に、もう、ふんって鼻かんで、もう鼻水しか出てこなくて、もうどうしようどうしようって。その事件が起きたのが実家だったから、母親が近くにいたもんで、母さんどうしようみたいな風でちょっと相談しつつ、強く鼻を、ちょっと時間経ってからね、だいぶそれでももう2、3分くらい経ったと思う。で、3分くらい経ってから鼻を強く噛ませたらね、出てきたんです、やつが。噂をしたら叫んでるね、下でね。そう。出てきたんです、やつが。そう。ポンと画像出そうかな。ポン。こちらです。麦麦。一粒。麦麦いつ食べたって思って。で、母親とも喋ったけれど、麦麦最近食べてないよねみたいな。だから多分、化石化した麦麦が、おもちゃ箱の中に入ってて、それを彼は興味本位で入れたんじゃないかなと。で、最初ね、鼻の中見ても全然見えなかったから、結構奥に入ってたと思うの。だから、そりゃ痛いでしょうって言って。で、出てきたその麦麦触ったら、ちょっとふにゃんって、ちょっとふやけてたから、それで出てこれたんだなと思って、これがビーズだったりしたら、もう本当に病院行きだなと思って。でも出てよ、本当によかったという小話でございます。はい。小さいお子様いらっしゃる方、はい、うちの子も同じことをしたよとか、そういった方、もしいらっしゃいましたら、ぜひとも、共有ということで コメント入れていただければと思います。どんな小話だよ。
そう、でもね、ちょっとこれ記録として残しておきたかったから、ちょっとね、何かしらの動画の最後にこれを入れようかなと思うんだけれど、いや、本当にみんな気をつけてくださいね。いや、本人めちゃくちゃ後悔してて、もう、次は絶対しないと思うから、よっぽど大丈夫だと思うんですけど、まあ、ちょっと予備軍のね、娘がいるから、2歳の。いやちょっとね、気をつけて見ていこうかなと、本当に思います。5歳、もうすぐ5歳の子がだよ。そんなことすると思わなかったから、本当に。はい、ということで、はい、以上でございます。小話でした。聞いてくれてありがとう。ちょっとね、はい、ちょっとすっきりした。よかった。ありがとうね、聞いてくれて。はい、では、ごきげんよう。